こんにちは、サニー店スタイリストの佐藤文也です。こんにちは、サニー店スタイリストの徳永総務です。はい、今回の YouTube なんですが、まあタイトルにも付けさせていただいたんですが、パーマをする前にこれを見て当てはまったらパーマをかけない方がいいよという動画です。です。で、実際にこう僕一人で喋るというよりかは、まあ、徳さんも今日は一緒に来させていただいてます。お願いします。お願いします。初コラボだね。初コラボですね。最近結構こうパーマかける方多いじゃないですか。多いね。徳さんのお客さんも結構多いですか。僕もパーマ多いです。最近お客様から言われるのは、やっぱこう夏の時期で、暑くて、その自分の毛質だと汗をかいたらすぐにヘアスタイルが崩れちゃうから、パーマをかけてちょっとこうセットも朝暑い中で時間かけたくないし、それからこうセットも崩れにくいようにパーマかけたいっていう人が多いかなと思います。なるほど。で、こう実際にお客様ご来店されて、まあ、カウンセリングをしてる時なんですけど、こうパーマ似合う人とかどんな人なんですかとか、これ僕かけても大丈夫なんですかねみたいな、こう声を結構聞くんですけど、まあ、それを、まあ、今日これを見たら、まあ、かけた方がいいのか、いや、かけない方がいいのかっていうのを、まあ、ご自宅でもこう自分の髪の毛を、まあ、この説明を聞きながら照らし合わせて、あの確認ができるっていう、めちゃくちゃいい動画です。です。はい。ここから結構細かめにかけない方がいい人のパターンを紹介していくので、ぜひぜひ最後までご覧ください。では、まあ、かけない方がいい人、こうよくある5選5です。よくあるのは、くせ毛でパーマの強さよりくせの強さがかなり強い人、パーマでくせを弱めたい人、1つ目です。で、2つ目です。過度なダメージがある人、3つ目、ナチュラル無造作など毎日こうスタイリングを変えたい方、4つ目、前髪が癖があってこうめっちゃこう無造作に動いちゃってるんですけど、それをこう綺麗に流したいっていう方、5つ目、こう髪の毛をこう自分で引き出した時とかにものすごく、まあ、毛先の毛量が軽くされている方、まあ、こちらの5選をここから詳しく1人ずつ説明させていただきます。はい。ではまず1つ目、元の癖よりパーマで癖を弱くしたい人、結構多いですね。はい。こう実際に、まあ、ご来店される際にこう髪の毛を見させていただいて、でこうお写真をこう持ってきていただくんですけど、こうパーマの写真の方がこの動きがこう弱いパターン結構あるじゃないですか。多いです。自分のその元々の癖よりも緩いパーマかけたいっていう方結構多いです。結構多いですよね。これはかけない方がいいです。で、なぜかというと、こう癖がある上にパーマをかけると、まあ、癖とパーマがこう混じって、まあ、癖っていうのはこの毛先のこう中間とかが曲がる癖ももちろんあるんですけど、実際に根元から癖がこう生え癖っていうのがあるじゃないですか。受け癖とか曲がり癖とか、はい、っていうのがあるんで、こう癖とパーマが混じってしまうんですよね。ってなるとこうちょっとやりにくくなったりとかであると思うので、実際にこうパーマをかけるとやりやすいよっていうパターンがあるんですけど、これに関しては少しやりにくくなってしまう場合もあります。なんで、まあ、実際にこれに関してはご来店していただいた際に担当のスタイリストともう髪の毛をこう毛髪診断していただいた上で、まあ、かけるかけないか、まあ、決めた方がいいかなと思います。思います。じゃあ2つ目の、過度なダメージがある人、まあ、過度なダメージ、まあ、こう大体の例で言いますと、まあ、ブリーチしてる系とか、こうパーマを複数回やってる系、まあ、宿毛矯正をしてる系とか、こういろいろあると思うんですけど、まあ、特にこうよくある人、こう髪の毛をハイトーンの状態でパーマをかけたい、このパターンあるじゃないですか。多いです。その場合大体こうブリーチをされてる方がすごく多いんですよね。で、ブリーチもこう実際にこう髪の毛を触って、あ、この毛質ならケアパーマっていうのがあるんですけど、ケア剤を使ってこうダメージを軽減するパーマの薬剤があるんですけど、まあ、それを使いながらかけれるパターンもあるし、髪
かけれないパターンも正直あるんですよね。ブリーチをもう4回5回やってますとか、宿毛矯正やってブリーチやって宿毛矯正やってますとか、行き過ぎるとなかなか難しくなりますね。なんでこう実際にこれに関してもこうご自分だとちょっとわからないと思うので、実際に来ていただいた際にこう髪の毛を触った時にこう大体スタイリストの人だったらわかると思うので、まあそれも見てから決めていただくのが一番ベストかなと思います。思います。3つ目、ナチュラル無造作など毎日スタイリングを変えたい人。結構セットがオーシャンで来る方は好きな方が多いじゃないですか。多いです。いっぱいこうこれもやりたい、あれもやりたい、これもやりたいっていう人本当に多いです。こうパーマをかけるとこうある程度こう一定のカール感がやっぱりこう出てしまうので、まあ、ドライヤーをしてちょっと弱めたりとか、こうタオル台でちょっと強めに出すってことは可能なんですけど、こうやっぱある程度カールかかっていると、例えばじゃあ無造作にパーマをかけましたってなるとすると、ナチュラルなこう徳さんみたいな、こういう髪型がちょっとやっぱ難しくなってしまうんですよね。なんでこうセットを毎日こういろんなパターンをやりたいですっていう場合には、まあ、ヘアアイロンとかでやってあげた方が後々まあ後悔はしないかなっていうのは僕は正直思うので、これはお客様に伝えてます。大事です。4つ目、前髪がこう癖あってこう綺麗に流れなくて、もう癖でこう結構うねっちゃう毛質に対してこうパーマで綺麗に流したいですっていう方、うん、これも結構いらっしゃいますよね。結構いらっしゃいます。でこれに関してなんですけど、こう最初で1つ目でこう説明したように、こう根元の生え癖と、まあ、中間とかこう曲がるうねりとかもあるので、これに関してはパーマで綺麗に流すというよりかは、こう宿毛矯正とかでしっかりと根元の生え癖から綺麗に流すようにしてあげた方がおすすめかなと思います。思います。こう綺麗に流すパターンではなくて、こう前髪をこう結構動かしたいです、うん、今のこの癖より結構動かしたいですっていう方に関してはこうパーマでさらに動きを出してあげても僕はおすすめかなと思います。なんでこう実際にやりたい髪型と今のご自身のこの髪型、髪質、こうそれを担当のスタイリストと照らし合わせてみていただいて、こう決めていただく方がおすすめかなと思います。です。5つ目、こう今あの動画を見ている方、こうご自身の髪の毛をこう引き出してみてください。そうですね、こう引き出した時にこの髪の毛のこの中間部分ぐらいから毛先に対してこうすごく軽くもうスカスカにこう穴開いちゃってる人とかたまにいらっしゃるんですけど、うん、そういう方に関してはあまりこの今すぐパーマをかけるってなったとしてもあまりおすすめできないです。軽すぎると綺麗にかけられないので、かけられないパターンが多いので、でこれパーマに関してはある程度毛量があることによってこう綺麗なカール感だったりとか、うん、こうリッチ感っていうのが出るので、あんまり軽くされすぎてしまうとこう髪の毛がこう散りついてしまったりとかする恐れがあるので、うん、こう実際に髪の毛のこの毛量感っていうのはものすごく大事なんですよね、うん、どうなってたら軽いっていうのが自分でも分かるかな。徳さんはこう赤い髪の毛でこう白い壁なんで分かると思うんですけど、今徳さん切ったのは 2,3 週間前ですか。 2,3 週間前にフミヤに切ってもらって、はい、僕は重ためのヘアスタイルが好きなので、まあ、結構極端に重たくて根元から毛先まで全然こう後ろの白い背景が透けてないぐらいここに密度があるんですけど、まあ、かけるパーマの種類にもよるよね。そうですね、うん、こう波巻きパーマとか、ツイストスパイラル、スパイラルパーマに関しては特にこう重ための方がおすすめかなと思うんですけど、こう引き出した時によくある、うん、軽いパターンなんですけど、ここは軽くてここが重いとか、ここがめちゃくちゃもう後ろの背景が透けちゃうぐらい軽いとかっていう場合は、まあ、ちょっと相談、要相談していただいた方がいいかなって思うのと、うん、逆に重たいパターンあるじゃないですか、うん、全く透けません、うん、そのパターンに関してはこれからカットしていくので、そこの毛量調節はさせていただくので全然問題はないかなと。重い分にはいくらでもウェルカムです。ウェルカムです。なんか髪の毛を引っ張り出した時の、まあ、3分の1とかかな、
がかけるパーマの種類にもよるんですけど、なんかこうお弁当とかの仕切りに使われてるあの緑の麻みたいな、ギザギザみたいな、毛先の3分の1がああいう風にこうギザギザギザなりすぎてるとちょっと軽いかもしれないです。なるほど。なんかそんな感じですね。はい、はい、で今、まあ、大体5選をこう紹介させていただいたんですけど、はい、こう今のはよくあるパターンなんで、もう実際にまたちょっと違ったパターンもあるかもしれないので、まあ、こう他にもこう悩みがあるよっていう方に関してはこう、まあ、ご来店された際にこう実際に、まあ、見ていただいて確認していただくのがまあ一番ベストかなと思います。今こう説明したのに関しては実際にこう動画を見ながらでもご自身でちょっと分かるかなっていうのが思うので、まあ、ちょっと今回こういう動画にまとめさせていただきました。はい、実際フミヤで来るお客様はやっぱこうパーマの人がこう多かったりするんですけど、今言ったようなところとかはちゃんとこう毎回伝えてて、やっぱこう心配事あっても来た際にその自分こういう状態なんですけどかけれますかねっていう不安が一個でもあればぜひぜひ相談してみてください。はい、しっかりとまあそこはカウンセリングをした上で、まあ、実際のこの髪の毛を見た上でパーマをかけるかかけないかっていう判断をこうさせていただくので、こちらもよろしくお願いします。もちろん当日ダメージによってそのカットパーマで予約していたけどカットのみに変更っていうのも当然キャンセル料もかかりませんので、遠慮なくそのパーマちょっとかけようか悩んでるっていう場合もパーマでご予約いただけたらなと思います。思います。以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。